のボムが今鳴りました。この先生はね、第3試合目ですか、この試合はね、第3試合目というとですね、メインイベントが第5試合ですから、まあ準セミファイナルと言ってもいいんですかね。そうですね、やっぱりお客さんはこの選手のね、どっちかということで見に来てるのも多いでしょうから、まあやっぱりパンチから下へ行きましたね、チャンピオン。まあ、この第1ラウンドというとですね、やはり前哨戦ということで相手の出方を伺うと。そうです、お互いが相手のね、何をやってくるかということをじーっと伺ってるわけですよ。チャンピオンのあれですね、赤の方はここまでパンチの選手らしいですね、これは。だからパンチが捉えることができるか、青がね、これをさばききれるかというところが焦点じゃないですか。確かにそのあれですね、青コーナーの選手がですね、非常にガードをアップライトにとってね、固めてますからね。そうですね、その辺がやはりその赤コーナーの選手のそのパンチを警戒していると、そういうことですね、まあ、なんか証明してますね。だからこれそうね、1ラウンド2ラウンドおそらくね、お互い様子を見るんじゃないかと思うんですよね。まあ、ムイタイの場合ですね、戦運じゃないですか、これ行くのは。そうで、なんかそういうその試合運びが多いですね。そうですね、競馬でいうとですね、1、2、3コーナーまでは絞っていって、4ラウンド一気にそのね、砂をこう離すと、4コーナーで行くというところでした。しかしこの静けさの中にですね、両選手のこの駆け引きっていうんですかね、お互いのこの技のね、そういったものを伺うという、なんかこう駆け引きの妙みたいなものがありますね。そうですね、この間にね、相手が何を仕掛けてくるか、それをどういうふうにブロックしてすかさずどういうふうに反撃するかということを頭の中でこの計算してるわけですよね。左ですかね。まあこれ 3ラウンドですからね、そろそろもう勝負をかけてもいい頃になってきてますよね。そうですね、だから今タイムを取ってるわけですよ。思い切り打ってね、相手がどのように受けに出るかと、どのように受けに出るかというところじゃないですかね、これ。はい、行きました。腕から顔面に返しました、アルファレック。右のストレートから左のボテ、右と返してますね。この早く返さないと、これね、ペース取られますよ。しかしこの我々日本人から見るとですね、パンチがですね入ってもあまりお客さんはわーっと言わないですね。そうですね、蹴りが入ると、一発入るとわーっと言いますけど、こちらのルールでね、やはり蹴りの方が採点が高いわけですよ。しかもロールミドルミドルのキックと、ハイキックということでね、パンチはね、さほどにね、点数にならないんですよね、大きくパンチってのは。だからパンチの選手はあくまでダウン取るか、キーをするかということ以外にないわけです。だから、パンチの選手ってのは思い切りいくわけですよ。キリならね、ちょっとの差でもね、やはり取るわけですよ。終わりましたね。
第3ラウンドが終わりました。まあ、ここまではよく入りましたですね。これもう1万人は超えてるでしょう。1万は超えてますね。だいたいこのスタジアムは ね1万1000ともいるし2万5000入るともいるわけですよ。だからね、その、お客さんの入る場合によってね、全然椅子がね、固定されてないですから、客席が、いくらでも詰めろでね、いっぱいになってるわけですよ。いっぱいになると、だからこれね、2万5000ともやるわけですね。普通、満杯で1万8000と、7000から8000だということなんですよね。おそらく今日はそうですね、1万2000入ってるんじゃないですか。ここは消防条例とかそういうのはあんまり関係ないんですね。関係ないですよ。この国だけはね、消防法も柱もないんですよ。面白いんですよ。いよいよ試合が激しくなってきました。4ラウンドです。お客さんの方の応援もね、またこれ、ね、赤と青、赤いかけてるやつは、ね、赤が攻撃されてわーっとね歓声上げますしね、青いかけてるお客さん、青がねパッと点数を取ったときにわーわーっといくわけですよ。この辺の掛け声は日本では見られないところですね。選手もまたそういったものをですね、バックに受けながら、背に受けながらやっぱりこう戦っているわけですからね。これはやっぱり自分の背中にお金がですねかかっていると思うと、これは必死ですよね。いやですからね、自分の能力以上の力を発揮するわけですよ。だからこの動きなんかちょっとね、日本では見られないです。今例えばね、タタッとね、右下の手をね回しましたけどもね、どこへ蹴ってきても打ってきてもいいと、それを無意識のうちにやってるわけですよね。蹴られたらすぐ蹴り返す、蹴り返さないとそこで待つとね、これが点数につながらないわけですよ。もう確かに打たれたら必ず打ち返してますからね。そうそれだと採点する方も難しくなるわけですよ。一方的に1ラウンド、1分だけね赤が攻撃して、2分間の間は青が攻撃したというようなことの採点の仕方だと難しいわけですよ。だから一本一本自分が有利に、ね、採点されるのに、ね、攻撃されればすぐ仕返すと、しかも相手がこれなら自分は6だと、6なら8だということで、すかさず攻撃し返すわけですね。この今ちょっと日本の試合段になりませんね。勝負は最終ラウンドに打ち込まれました。あれですか、相手の攻撃をかわしておいて、すかさず反撃して点数を取るという戦法ですかね、これ。なるほどね。自分の方が手数が出てるんだと、いうことをね、アピールするためにこれをすかさずね、蹴り、それからパンチと。そういうことは出てませんけどもね、やはりこういった優勝ポイントというのは含まれますからね。赤コーナーの選手の方がやはりなんか落ちているというような印象は受けるんですけどもね、この辺の採点がどうなるのでしょうか。我々の目から見てはこの辺、これまではまだ決定的なポイントを両者とも奪ってはおりません。はないですね。だけどね、青はね、見た目にはこの何ですか、もっとしかし青姿勢だということなんだけどもね、なんか余裕があるんですよね、この姿勢に。
だから自分のが立ってるということじゃないですか、これ。あ、青がですか。ええ、この辺が難しいところなんです。青コーナーのカルハート選手、あるいはポイントを取ってるのでしょうか。あまり攻めません。青がね、ポイントを取ってるからこれ外してると思いますよ。なんかそんな感じないでね、うん、アルハンレックがパンチで追いかけます。爆弾の方の運送が何か2人に回答を促しているような心理さえあります。ちょっとグラウンド小康状態が続きます。やっぱりこれね、青がね、なんか点数取ってるからね、外してるような感じですよね。トランドリズの最上段のね、ハイキック、あのハイキックがね、やっぱり相当ポイントになってますよね。どうなったんですかね、これは。やはりあの4ラウンドの攻撃で決まってたんですかね、大体。そうですよね。4ラウンド、青コーナーが攻めなかったということはね、やっぱ青ですわね、